皆さんこんにちは、キスケです。本日はウイスと新しく追加された無料のメタルクーラーを組み合わせて使っていこうかなと、思います。なんで組み合わせていくのかっていうと、メタルクーラーは場に出ると10カウント、ドロ速1段階ダウンを付与してくれると。でウイスは敵と対峙するたんびにドロ速1段階ダウン15カウントつけてくれるんで、これをねごちゃごちゃっと混ぜてあげて、かなりめんどくさいドロ速2段階ダウンをデフォルトにしてやろうかなと思います。めちゃくちゃめんどくさいと思います。はい、それをやります。最近のキャラクターってさ、なんかドロ速俺持ってるけど普通じゃねみたいな顔してるやん。クソめんどくさくない？めちゃくちゃだるいっしょ、そういうやつらって。だからドロ速2段階下げてあげて現実見してやろうかなと思うんですけど、相手の回線が死んでます相手の回線が死んでんだよな。課金の先に何があるの？別に課金しろと強要してるわけじゃないけどさ、回線ぐらいなんとかしてくれへんか。どうや、それは最低限のマナーだと思うんですけど、対戦お願いします。で、ドロ速2段階下げ終わったら、まあ17号18号の、特殊圧で逃げてみろよをしてあげればいいっていうかなりめんどくさい立ち回りをしていこうかなって思います。まずドロ速1段階ダウン、これでコンボが止まっちゃうんですね。ありがとうございます。はい、特殊カバチェン向こう。はい、若干やっぱラグいかな。うん、まあでもなんとかなる。ドロ速ダウンが強い。めちゃくちゃドロー速度がダウンされてる相手アーツ引けへんのちゃうかなっていう、そんぐらいクソだるいよ。あざすー、ちょっと遊んであげようかな。じゃあ、はい、いいですね、かなりいいですよ。こっちに変えてドロ速ダウンつけながらドロー速度ダウンで必殺技をぶち込んでいくと、悪くないんじゃない流れ的には。ただウルトラベジットはちょっと例外で、あれなんですよねこいつアーツ使うたんびにドロ速上がっていくからさ、まあ、それはちょっと噛み合い悪いなと思ったんやけど、相手は降参しました。ありがとうございます。さあマッチングしました。対戦やっていきましょう。お願いします。まあ上3体で OK かな。はい、で逆にそのもちろん泥足アップついてるキャラクターの抑止にはなるとは思うんやけど、逆にね泥足すら持ってないキャラクターはどうなんのかっていう話ですよね。終わりですよ泥足2段階はおめえムキンクスと一緒やぞなあ、ムキンクスと一緒っすよ。やばくないそれ、たまらんよね。泥足さらに下げます。はい、これで泥足2段階ダウン、かなり厳しいでしょう。はい、ありがとうございます。特殊カバチェン向こうなんでね、そのまま殴っていきましょう。はい、特殊アーツ来たんでこれはこっち、逃げてみろよ。いいですよ、かなり火力稼げます。来ないか、残念さあ相手はどうするかな。最速シュン、いいですね、悪くないですよ。ドラゴンボール結構溜まってるよ、この辺で身勝手出てくるっしょ。どうよ、あー出てこない、我慢したかでももったいないよなこれ普通に。まあよし、オッケー、ヒット確認してからしっかりと入れていこう。ああやるね、はい、ドロ速ダウン、気力減少、邪魔だよ。たださ、こんなにコロコロキャラチェンしとったらマジどれか死ぬぞ、マジでどれか死ぬ。
最速か、うまいね。はい、逃げてみろよ、一生逃げてみろよだぞ。こっから相手は思うようにコンボできなくて、俺は逃げてみろよでコンボが取れちゃうっていう、かなりめんどくさい状態になっております。これ落とせるかな。はい、いける。あ、無理なんや、残念。はい、 OK。 さあドロソク2段階ダウンついてるよ、怖いね。はい、うわー、ライジングか、くそ、貴重なドロソク1段階ダウンが死んでしまった。まあ挽回していこう。おつおつぽん、オーケー。まあいいや、ユニークゲージ削ろう。はい、オッケー、ユニークゲージ削った。さらに攻める。あー、必殺かよ、落ちないでしょう。攻めます。攻めます。おいー、おいすおいすおいす、ドロソクダウンがきつすぎ、めんどくさいめんどくさい。何をしてんだ。 OK、 ドロソクダウンして、さらにドロソクダウンして、めんどくさいな、もう中距離だけ聞こう。 OK。 これは相手が悪い、めんどくさい立ち回りしたから。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、対戦やっていきましょう。系譜ですね、リョフカルマ。マジかよ、最近なんかディベート対決とかに出てるよね、リョフカルマ。対戦お願いしますということで、開幕どうしよっかな、ウイスからでいこっか。さすがにあえて黄色から出てくることはないと思うんで、うん、青色っすよね。うわ、メタルクーラーや、お久しぶりーふ。対戦お願いします。ドロソクダウンの地獄に叩き落としてやろう、やってっかい。私はとっても強いですよ、ラッキー。はい、ポーン。まあこれはしっかりドラゴンボール回収プラスチェンジアビリティを貯めていきましょう。はい、ドロソクダウンついてんのいいね、かなりいいです。はい、どないする、パンチパンチ、オッケー、皮剥いじゃおう。はい、これが強い、マジで。特殊カワチェン向こうもう消したのかっていう感じだけど、まあまあまあ皮剥げればいいでしょう。びっくりマーク、中距離打撃やば。自信満々に、それすごいね君。しかもこれあれですからね、どんどん気力回復していくんで、青色のメタルクーラーはそれが強いよね。えい、隙ありですね、しっかり止めたね。うん、アーツじゃなかったか、失敗。メイン、え、何それ。どうしたどうした、なんだなんだ今の。ドロソクダウン、ドロソク2段階ダウン。貴様がアーツを引くのは次いつになることやら、大変だね。めちゃくちゃメインアビリティ切ってんな。あー、噛み合ったか。さすがに死なないでしょ。オッケー、通常で返して、回避、通常で返す、メイン、なんだそれは、必殺発か、美味しすぎ。オッケー、
これはラッキーやったね。かなりラッキーだと思います。はい、ヒュー、ドロソクダウンでも暗いな相手マジで体力バーの下みんな見てください。常に体力あれなんですけど、ドロソクダウンついてるんやけど、やばくない？はい、通常で返して即打っちゃうか。入んのかい、それは悲しい。通常で返してダーゴー、即圧はダメまあまあいいでしょうドロソクダウンの弊害か。はい、通常で返して打つね、ラッキー。ライジングでいいや、落ちるひんかなこれ。フルパワーフリーザー、いや落ちなさそう。ちょっともったいないことしたかも。マジ落ちひんのかこんだけ結構長く戦ってると思うんやけどな。これはどれぐらい入る？落ちなさそう。マジ好きやりですね。落ちない、最速。はい、いい火力してんねメタルフリーザさん。はい、もう一枚引くでしょう。あー、なんで通常出てんだよ。 OK、 よーし、怖い、怖すぎ怖すぎ。あー、噛み合ったー、もったいないけどさ、ドロソク2段階下がってるぞ相手コンボ終わるんじゃねこれでめっちゃしんどそう、めちゃくちゃしんどそう。はい、速圧入る。はい、いいですよ、かなりいいです。逃げてみろよ。めちゃくちゃ長いこと試合してんな。ドロソクが上がらへんからさ、相手コンボできんくてかなり辛いんじゃないですか。 OK、 あー、ずらされたか。いや、これ時間切れかな。あざっす瞬タックルなし。これは通常で時間稼ごう。オッケー全然違うやん。来ちゃったよ、もう行こう。そうだな。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はメタルクーラとウイスを組み合わせて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。かなりめんどくさかったね。うん、ドロソク2段階ダウンって、まあ試合中にも言ったかもしれんけど、実質無キンクスなんで、そりゃコンボつながらねえよっていう、うん、形でしたね。ただまあもうちょいね、僕のウイスの凸がね多ければ、もうちょいなんかどっしりこの耐久できとったのかなっていう、そこがちょっと残念かなとは思うんですけど、まあかなり、うん、ネタパーティー的には面白い動画、パーティーだったんじゃないかなって思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひどうもよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良き、ドラゴンボールライフを、バイバイ。